のソウルにある MBC の本社に来ています。中をちょっとご案内します。テローン、綺麗なビルですよ。見てください、新しい2年前に建ったビルだそうです。今 MBC はどんな番組が人気なんでしょうね。まだ建って2年ぐらいしか建ってない新しいビルだそうです。外は、開発中です。今ラジオスタジオ、ね、はい、ここはラジオのスタジオです。これは何の番組でしょう。これファミリーデイですね。ファミリーデイ。ラジオの録音をしてますね。はい。見通したいいですか。スタジオ、あ、スタジオ、はい、スタジオ、放送はしてない、はい、待機して準備してらっしゃいます。スタッフの方見えるでしょうか。ピンが、あ、合いました。あ、イケメンが多いです。見てください、古いラジオが並んでいます。あなたが生まれた時のラジオはありますか。ここはね、MBC のビール自体は経営ビールなんだけど、10階にあのラジオね、ラジオスタジオがあるフロアですね。はい、なるほど、うん、あ、じゃあ顔は見せないで体だけ見せましょうか。え、これ特別なメディアが集まるあの地域なんですよね。地域はいろんな会社が集まる、はいはい、なんていうメディアシティというね、あ、デジタルソウルの、まあ、ある地域にこういう、はい、放送局とかね、いっぱい集まってる、はいはいはい、関連施設が集まってる地域なんですね。 DMC、 デジタルメディアシティ。なるほど、韓国にはそういうものがあるんですね。見てください、ここ多目的スペースですよ。本もあって、職員の方が休憩もできるし、スタジオにもなるという、綺麗ですね、スペースです。はい、スタジオに来ました。ここにタイトルがあります。はい、これは昔の家のようにできてるんでしょうか。昔の家というより昔の酒屋みたいな感じ。酒屋ですか。ああ、なるほど、レシア、なるほど。で、飲みながらあの討論するということでしょうかね。時事トークというふうに書いてある。全然お金かけてないスタジオだ。だそうです。これはですね、選挙の特番のセットだそうです。4月の13日が総選挙なので、韓国の人は今それで話題は持ちきりです。ですのでスペシャルなスタジオですね。まあ、日本みたいに野党はあの壊滅するだろうという状況なんだけどね。はい。執権党の圧勝に終わるんじゃないかというそういう予想なんだけど、韓国も日本ももう政治めちゃくちゃです。はい、大御所のご意見でした。そうですね、はい、日本もね、特に問題はね、韓国も日本もメディアの権力との癒着、これが一番大きい問題です。日本人も韓国人ももっと頑張らないで、ね。両国とも同じ問題を抱えているというのが何とも皮肉ですが、日本の選挙は、夏、そして韓国は4月の13日です。それに向けてスタジオの建て込みが行われています。